日本兵庫県西宮市六丹寺町六丹寺町は兵庫県西宮市の町名。住居表示が施行されている。郵便番号は662-0918。2011年10月1日現在の推計人口は587人である。西宮市の南東部に位置し、東端を東川が流れている。一帯は西宮市役所を中心とした。 関町街となっている。北側を国道2号が通過している。六丹寺町は北端で東海道本線を挟んで工場町、羽絶塚町と東端で東川を挟んで池田町と南端で阪神本線を挟んで横道町、戸田町、今在家町と西端で和城町と接する。これらの町はすべて西の宮市に属しており、 六丹寺町は、市境と接していない。当地には、略往年間に、古漢資源を回帰として、臨在州東福寺派の六福市寺が混流され、最盛期には五つの達中を数えるなど栄えていたが、戦国の世の中では小清水城主の河原林正よりが、古匠の若松丸を統治できったり、赤松正村が統治に陣したりと、戦国騒乱の世に巻き込まれていった。そして、 1578年に荒木村重が起こした無本により、西宮が焼かれたが、六福家史寺も同時に焼けたとする見方もある。ともかく、江戸時代には水尾しており、近門の変で、長州藩が当地に陣した時には、地域は竹やぶや森とかしており、茂松湾と如屋湾だけが残っていた。一方、当地に現存する海清寺も、古札で、 海山は六深市寺より少し下った1394年、臨在宗明神寺派の無印僧院による。無印僧院は、大徳寺の住職も故事して、海清寺で生涯を閉じている。ただ、江戸時代にはこちらも水備していた。1875年には、森と化した六深市寺の境内に墓地が作られたが、阪神国道の開通と前後して墓地は、万一ヶ谷へと移転し、跡地は、 市役所や西宮市立図書館など、館長街と化していった。なお、六福家市寺の系譜を引く重松庵と如意庵は、明治末期に、それぞれ一時となったが、如意寺は、北夏議長へと移転していった。一方、重松前寺は当地に現存している。また、海木義寺は、明治期に、中原南天房を迎えたことで再興している。そして、 解散時に植えられたという樹齢600年のクスノキが兵庫県の天然記念物に指定されているほか、この一帯にはクスノキなどの保護樹木が数多く存在する。上実のように当地に存在した寺院である六深市寺に由来する。ただし、1875年に地名となった時点で、すでに六深市寺は水備していた。西日本旅客鉄道東海道本線が、 当地の北端を阪神電気鉄道本線が南端を通るが、どちらも当地に駅はない。JR 西宮駅、阪神西宮駅が近隣に所在する。なお、かつては阪神国道線が当地を通過しており、電停も所在した。国道2号が当地の北側を横断するほか、国道171号もわずかに通過する。そして、 兵庫県道342号甲子園6、深市寺線は、その名の通り当地を終点とする。なお、公立の小中学校の学区は、以下のようになっている。ありがとうございます。